はい、ジョニーチャンネルようこそ、いつもご視聴ありがとうございます。ジョニーチャンネルへようこそ。これ今畑に来てるんですけど、まあ、この昔のね、大昔に作ってたこの、風呂釜か浴槽ね、湯船かね、これをね、ちょっと始末せなあかんということで、まあ、就活の一環なんですけれども、今この鶴橋を使ってね、この見てて、ここでね、こうやって穴開けたんです。これ今こうやって水抜いてるんですよ。でこれ解体してね、破砕ゴミに出そうかなと思ってます。ちょっとね、この畑もね、ちょっと片付けといかんので、まあ、いつまでもね、ちょっとほっとくわけにはいかないんで、ちょこちょこここに置いてた稲葉の物置か、あれもちょっと、片付けて、始末しました。んで、これ、この前の動画でやってんけど、これ、テーラーね、これ、ここまで解体しました。うん。で、キーウィとかね、あれちょっと移植せんとあかんので、ちょっとね、この樹木とか、ちょっと俺、この辺は、3月ぐらいやないと、剪定できない。やっぱり、なんていうの、樹木それぞれね、剪定時期というとか、その切っていい時と、切ったらいかん時期というかなんで、大体、新芽が吹き出す3月ごろ、まあ、それをめどに、掘り起こしてね、きれいに、まあ、移植、田んぼの方にね、ちょっと持っていきたいなと思ってます。だからこれ、あっという間にね、これ、水抜けてきました。これ、いつやろ、もう、大方35、6年前に使ってた浴槽やねんな、これ、うん。まあ、畑にね、これ、水溜めとして使ってたんですけど、うん、もうこんなんいつまでもね、置いとくわけにいかないんで、だいぶ水が、消えてきたな。うん、もう一発いったろうが。いや、無理。あ、一発や。で、これであと、大浜で崩して、うん、楽やな、これも、うん、これちょっとひっくり返さい、昨日落としてこれこうね、基礎しときよるしね、これごついのでやろうか、うん、今日寒いんで、まあ、解体作業また明日あったかいんかな、うん、ここ見て、これここにね、これ忍びだけ言うてね、ここに、ここまでね、張ってきたのですよ。朝、うん、一発で、いけるわ、いけるな、これ。今からちょっとこれひっくり返すわ。いけるわ、いけるやろ。見せてや。ひっくり返った。うん、楽勝やな。
当にしよう思うんだけど、もうめんどくさいんでね、あの鶴橋と大浜図工でね、もうここまでね、あの風呂の湯船浴槽、もうここまで解体した。うん、これね、うん、これこのまま、ほら楽勝や。これもうこれで破砕ゴミ出せるでね。ほんでいい、はい、だいぶきれいに片付いた。うん、はい、もうほんの10分ほどで、まあ、ここまで浴槽を粉々にしました。これをね、破砕ごみに出そうと思います。まあ、長年ここにあったお風呂なんですけど、はい、こんな感じ。はい、もうだいぶちょっと片付いてきたな。うん、まあまだね、あともう年明けか、年明けぐらいに、ちょっとこのね、樹木の移植とか、この辺やっていきたいなと思います。今日はこの辺で失礼します。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルがいいなと思った方は、いいねボタンとチャンネル登録お願いします。概要欄も見てね。じゃ、またね。ジョニーチャンネルよりお知らせです。今後ともジョニーチャンネルをよろしくお願いいたします。